ます。期待してください。どんなグラフィックになるんでしょうか。かっこいい、よかったね。どうも、小声掛け中のもんです。まさかまさかなんですが、アリアにニスモ仕様が出ちゃいました。で、注目はここ。びっくりしたのがこれです。ニスモ車に使われるステルスグレー、ほら GTR とかとも共通イメージのこのニスモ的な色、これこのカラーに塗られるだけでですね、イメージが全然違いますよね。いきなりスポーティーになりました。注目ここ。ニスモといえばの実行空力を考えたガチで効くエアロパーツです。さらにここ、ほらダクトもですね、ダミーじゃございません。しっかり穴が開いてるんですよ。ほらほら、奥見ればわかるでしょ、しっかり穴が開いてるんです。で、この穴から入った空気はですね、ここから出てですね、フロントの乱流をきれいに後方に流すんですが、その前にアリアといえば注目したいのがここ。そう、中央の日産エンブレムなんですが、これですね、パワーオンで光るんです。見てみましょう。いきますよ。はい、ライトかっこよかった。でね、このフロントに続いて後半のエアロの紹介もしていくんですが、今回のこのニスモのエアロコンセプトがあります。それはですね、ダウンフォースは得たいけれども、ドラッグ、つまり抵抗は増やさないようにしたというコンセプトなんです。といってもこれ口で言うとちょっと難しいでしょ。だから分かりやすいように YouTuber で例えます。例えばですね、ヒカキンのダウンフォースを得るためにドラッグを増やさないようにしたということなんです。わかりやすくはなっていない。これホイールはですね、ノーマルと同じ20インチなんですが、実はですね、ホイールの幅を 0.5 インチアップして、タイヤをですね、より有効に使えるようにセットしています。しかしながら、このホイール、軽量ホイールにしてまして、幅が広がったのに純正よりも 5% 軽くなってるんです。そしてここ、ニスモ専用のサスペンションセッティングとなっています。また前後のスタビライザーもですね、強化バージョンになってるんですよ。で、後ろに行くと見せかけて、この車中も変わってるんです。中見てみましょう。アリアといえばですね、日本古来の暗道をモチーフにした照明が特徴なんですが、ほら見てください。それは本来白く光るんですけども、これ見て、そう、レッドに光ってるんです。ほら、照明を消したがよりレッドが際立つよね。このレッドの色はですね、先ほど開発者に聞いたんですが、カゴメトマトジュースをイメージしたそうです。嘘です。マグマをイメージしたそうです。じゃあ続いて後ろ行こう。これリア注目点はですね、ここです。このテールゲートにセットされたスポイラーは完全新作のアリアニスモ専用品なんです。実はですね、この上、標準装着のこのリアウィングはですね、かなり効果は大きいんですけれども、このですね、中央から排出されたエアを使ってですね、追加スポイラーでダウンフォースを得ようという考え方なんです。これでも造形かっこいいですよね。さらに注目はした、ニスモといえばのですね、ほら、かなりごっつい、めちゃくちゃすごい造形のディフューザーなんです。そしてニスモといえばもう一個、ここ。そうです、ニスモ仕様のテールおなじみ、ほら、リアフォグがしっかりついてるんです。ちなみに今回のアリアニスモですね、FF と四駆があるアリアなんですが、四駆しか設定されてません。それはですね、どういうことかというと、アリアマルパワーをですね、しっかり制御してコントロールするためにはですね、E-Force の力が必要だということなんです。しかもその E-Force、通常であればですね、前後のトラクションを最大限に確保すべくですね、前後のトルク配分は考えるところなんですけれども、このニスモバージョンはですね、古くは1989年に登場した R32GTR のアテーサの考え方を取り入れて、つまり、あの、GTR のアテンサというのは、後輪の駆動力を十分に確保した上で、前輪にも駆動力を回しますが、前輪にはある程度の余裕を持たせておいたんです。これによって、コーナリング中の外乱があっても、その時にですね、トルク配分を変化させてフロントに回してあげればですね、あらゆる状況でもですね、四駆のトラクションをしっかり活用できるという考え方だったんですが、その考え方を取り入れました、アリアにも。なぜそんなことができたかと言いますと、それはやはりですね、先ほど言ったように、リアのホイールの幅を広めてですね、そしてタイヤも専用開発のミシュランのものを入れたことによって、グリップ限界がノーマルよりも格段に上がってるからなんです。ですから、通常のトラクション能力はリアで確保しておいて、ノーマルよりもですね、フロントのトルク配分は下げておくんです、通常は。これがどんな時に役立つかと言いますと、コーナーからの脱出時にですね、思いっきりバーンって踏んでもですね、車体が乱れることなく、その時に初めてフロントのトルクががっつり移動するので、
そこでフロントが大活躍してコーナーを早く抜け出るっていう仕組みになってるんです。アリアニスモで舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラートライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、ってね、頼む、あってくれってね。あ、ありました、ライトもついてる、100点です。これインテリア注目点いっぱいです。このシート当然ながらニスモ専用です。造形の基本フォーマットはノーマルに準じてるんですが、実はサイドサポート分厚くなってます。またここにはですね、これちょっと私英検4級なんでよくわからないんですけども、なんか英語が書いてあります。でこれ座り込みますが、注目点はやはりメーターです。いきますよ。これねニスモ専用になってるんですが、まずこれ見てください。パワーボタン、なんとニスモレッドになってるんです。そしてこの横にはですね、私がやっぱり読めないですね、英語の難しい文字が書いてあります。なんて読むんでしょうか。さあ押してみますよ。さあ行きますよ。皆さんハードル上げちゃいますけど、でもハードル上げてもいいと思います。期待してください。どんなグラフィックになるんでしょうか。かっこいい、よかったね。というわけでニスモの専用グラフィックが入るんですが、グラフィックが変わるだけじゃない、注目はここ、このですねドライブモード選択で、なんといきますよ、てれーん、そうニスモモードが選択できるんです。さらに注目はインパネ、ほら先ほどお見せしたマグマが非常に特徴的ですが、それは上を見ても同様で、ほらレッドのですね差し色が効果的に使われているんです。より近づきましょう。ほらスウェードがあって、赤のステッチがあって、そして赤のアルマイト加工のラインがボディの左右を貫いているんです。ちなみにこれスポーツモードが入っただけじゃなくてですね、パワーユニットも根本的に変わってまして、これですね B6 と B9 の2グレードが用意される予定なんですけれども、例えば高出力版の B9 で言うと、ベースは394馬力なのに、なんとですね435馬力までパワーアップされてるんです。435馬力ってどのぐらいなんでしょうか、分かりませんけれども、とってもすごいんだと思います。そしてトルクの方はですね、実はこれ600ニュートンと変わらずなんですが、これはですね実は600ニュートン以上出すことは出せるんですけど、出しちゃうともうねそれ操れないんじゃないのぐらいの領域のすごいスペックだから、それはそのままにしています。でこのパワーユニットのですね拡張の結果どんなことになっているかというと、実用域でもめちゃくちゃ速い、どんな領域でも速いんですけど、例えば分かりやすい例で言うと、高速道路で80キロから120キロの加速、ノーマル対比でなんと1秒も短縮されているんです。すごいでしょ。シャキーン、リアシートの硬さを赤身トロ中トロ大トロで確認、冷凍マグロジャックの硬め、意外でした、赤身でした、でも身が引き締まった赤身です。なぜ身が引き締まってるんでしょうか。ここ実はこれですねニスモ専用のシート表皮になってるんです。赤くなってるのがニスモ専用、色の違いだけ違うんです。実はこのですねパンチングメタル風のですねこの素材の部分、これグリップ軍手みたいな感じなんです。実はですねこの穴がですね絶妙に体を固定してくれるような仕組みになってるんです。でですね私はちょっと気づきました。あれこれシートベルトがニスモってなんか赤くなってるイメージがあるんだけど、フロントはどうなんだろう。あ、黒ですね。これ実はですねニスモといえば赤シートベルトってイメージだったんですが、このアリアとかですね、まあスカイラインとかのニスモ仕様のような、割と上級のですねラグジュアリー系はですねあえてブラックにして落ち着きを感じさせるようにしているそうなんです。でもそれも正解かもしれません。というのはこれがもし赤だったらですね、私その赤から情熱を感じてしまってですね、トゥ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 と情熱大陸の博士太郎のようになってしまうからなんです。インテリアで注目がまだあります。実はですねこの車ニスモ BOSE サウンドシステムというものを採用していて、よりハイクオリティな音楽を聴かすことになっているんですけれども、実はですねこれニスモと名が付いているだけあってですね、走りの方にも振っています。具体的にはですねニスモがサウンドチューニングした走行音を響かせてくれるようになっているんです。その走行音のモチーフになっているのはですねフォーミガ E なんです。フォーミガ E が発するですねモーターノイズというよりも、実はですねフォーミガ E って音が静かなのでメカニカルノイズ、ギアのミューイーンというような音が聞こえたりするんですけれども、そのギアノイズを再現した音が車内に響き渡るようになってるんです。でもこうして耳を澄ましても何も聞こえない、何も聞かせてはくれない、それはなぜでしょう。
壊れかけのレディオだからなのでしょうか。さあというわけでアリアニスモですね。いやなんかね意外だね。アリアっていうとさ、ちょっとゴールド味あふれる高級感あふれるあのルックだけが頭に結構残ってたんで、そういったねスポーティーってイメージあんまりなかったんだけど、このカラーリングにするだけでかなりイメージ変わりますよね。これ走りも相当いいらしいんでとても期待しております。というわけで大変便秘でした。ごちそうさまでした。